朝昼晩そんなにカロリーオーバーな世の中すぎるような気もするねっていう話をしてて、まあ大人も子供も、どうもおはらチャンネルです。ありがとうございます。ということで今回も育児相談でございます。はい、いろいろ相談ごとありがとうございます。今回もブログにコメント来てるのでそちらの方読まさせていただきます。毎日楽しく読まさせていただいております。ハチ君と同い年の男の子がいます。5歳やね。はい、うちは一人っ子でまだまだ甘えたさんなんですが、うん、現在ご飯問題に直面しています。うんうんうん、ご飯、はい、保育園では食べてるみたいなんですけど家では全然食べません。はいはいはい、おしゃべりして食べなくて時間がかかりすぎて怒っちゃうの繰り返しです。小原さんは限られた時間の中でどう対応されていますかっていうようなコメントです。全く一緒ですまあ一人っ子だからとかは関係ないと思いますね。はい、うちもまあ5歳がそれぐらいの年頃なのかかどうかもわからないですけど、まあ比べてはいけないけれども、まあ比べはそこは比べますけど、じゃあ長男がそうやったかって言ったら全くそうじゃないんですけど、次男の方はもう好き嫌いが激しいし、野菜全然食べないし食べるの遅いし悩んでます。いやだからね、私がどうしてるかでしょ。もう悩まないことにしてるんですよね、母がね。だからもちろんちゃんとやった方がいいと思うんやけど、バランスよくいろいろ食べたりでも、もう気にはしてますけど気にしすぎないということにして、それよりもまあ楽しく食べることをやっぱり優先する。うん、ご飯って楽しいよねっていうことで、結局まあどっかで、そういえばじゃあ給食、うちも幼稚園で給食出てくださってるもんですから聞くと、すごくよく食べてると。まあ、コウメちゃんもそうなんですよ。コウメちゃんの場合はどれぐらい食べたのかまで分かるから、まあまだ保育園だから今日何パーセント食べたまで分かるんだけど、だいたいお野菜とかいっぱい入ってる日でも 80%、90%、よかったら 100% 食べてる時もあるんですよ。家やったら野菜とかさ、ましてなんか魚の煮付けみたいなの出しても全然食べへんのにあれね、みんなと食べてたら食べよるんよね。まあ食べてるし、食べさせてもらってるし、家ではもう好きなものを好きなだけ食べるのもありじゃないかというふうに割り切る。いいんじゃないですか、それで。でも強いて言うならば、だからお菓子ずっと食べさせてるわけにはいかないし、もちろんなんかラーメンとか大好きやけど、カップ麺みたいな、カップ麺ばっかり食べさせるわけにもいかないじゃないですか。うん、ね、そらそうですよ。はい、なのでそこはもう同じメニューでもいいから、その子が食べる、じゃあカレーやったら食べるんやったらカレーが多くてもいいし、今ちょっとバランスよく食べさせたいんやったらね、シチューでもいいし、そういうものが別に回数多くてもいいと思うんですよ。また昨日もカレーやったから、でも今日でもカレーでもいいんですよ。だって子供食べるんやったら。そんなんで私はいいんじゃないかなぐらいの軽い気持ちで日々過ごしております。うん、あと最近マックさんとも言うのは、別に一食ぐらい抜いてもいいと。今のご時世、朝昼晩。まあ今まだまだ部活とかもやってないしね、なんか体ガンガン動かしたらもうきちんと食べな、ダメな体作りの時もあるかもしれないけど、朝昼晩そんなにカロリーオーバーな世の中すぎるような気もするねっていう話をしてて、まあ大人も子供も朝がっつり食べても、昼はじゃあしっかり食べてんだったら、もう夜はすごい少なくてもいいかもしれないし、逆に夜も食べた日は次の日の朝もすっごい別におにぎり1個でもいいかもしれないし、パン1個でもいいかもしれないし、1日2食でも全然いいんじゃないと。私もその意見にすごい賛成で、常々私も思っていたから。だからうちのもう朝ごはんなんかも、朝ね特にお母さんが用意したのに、もう園とかに行かなあかんのに、早食べ早食べってなるんですよ一番。もうその時間とか無駄や、なんかもったいないと思ったら、もう食べられるようなものだけでいいんです。もうバナナ1個とかでもいいし、もう別に朝なんかそんな食べんでも大丈夫っていうね、もう昼すぐやからとか思うぐらいでいいんじゃないかな。そしてご飯をちょっと、じゃあ1食抜くでしょ、よう食べよる。これは分かりやすく、夜ご飯全然食べてももういいよって言ったら、次の日の朝ご飯お腹空いたとか言ってものすごい食べんの、食べっぷり全然ちゃうの、早いの。あ、これはやっぱりね、空腹はねいいことかもしれないというふうに最近思ってて、もうがっつり全部のご飯しっかり食べなくても2食しっかり食べてればいいかなというような考え方に変えました。そんなところです。ありがとうございます。まあ無理して食べさせないっていうような感じですよね。とにかくまだちっちゃいのでね、はい、なんかね、また私もまあこれ今勉強中なのでわかんないんですけど、ご飯って食べるの楽しいなというふうに思ってもらえる年頃であってほしいなと願ってます、うんうん、ということで今回はこんなところです。すみません、さようなら。
今なんかホットコークでご飯作ってるんでね、今日はクラムチャウダーですけども、